皆様大変申し訳ございません9月29日のオフ会、えー、こちらを中止とさせていただきます、えー、皆さんご準備されてきた方も多いと思いますちょっとこちらのまあ何て言うか配慮不足もしくは、えー、準備不足によって、えー、著しいご迷惑をかける 可能性があるということで、えー、あと1週間というところでしたが9月29日のオフ会は中止とさせていただきます申し訳ございませんでしたまあ、各方面いろんなところからのご意見をいただいて、えー、もうちょっとね準備をしっかりする体制を整えるということをしてからではないときちんとしたものを行えないと えー、よそ様にもご,めご迷惑をおか,けておかけしてしまうということになりますので、まあ、そこはちょっとねあと数日間のうちに払拭することは不可能であると判断いたしまして今回はオフ会の中止をさせていただきますあの楽しみに、ね、していた方も本当に申し訳ございません、えー、天候ではなくこちらの準備不足ということで えー、もう一度しっかりと準備し直してから、えー、でないと開催できないと判断させていただきました、えー、今回は中止とさせていただきます、えー、申し訳ございませんでした改めてまたしっかりとね準備をして、えー、オフ会は開催したいと思いますもうちょっとね 深いところまで配慮をして考えて準備をするということで、そういう形にしたいと思います。少しやっぱり自身の認識の甘さがあったかなと反省をしております。皆様のね楽しい会をまあ、この後この後もねできるようにちょっとこのまあ今回は開催できませんでしたが、それを踏まえて次の開催をねしっかりと。 したものにして、えー、楽しい会にしたいと思いますので、えー、関西方面の方それからもちろん関東東北の皆様もね、えー、楽しみにしておられたと思うんですが今回は中止とさせてくださいまた次の会ですねしっかり準備ができた時にまた告知させていただきますその時はぜひ皆さん、えー、ご参加いただいて、えー、楽しんでいただければと思います、えー、今回は 中止とさせていただきます、えー、申し訳ございませんでした